ゲーム業界フラッシュバックニュース。このコーナーはゲーム業界で起こった出来事を独占映像とともにさらに深く鋭く掘り下げてお送りするゲーム業界専門のニュース番組です。ソニーコンピュータエンタテインメントから発売中のレースゲームグランツーリスモ3Aスペック、その体験イベントが4月30日から5月6日の7日間銀座のソニービルで開催されました。ゴールデンウィーク中とあって会場はたくさんの親子連れやゲームファンでにぎわいました。またアイリンク通信による6人同時対戦やビル全体を使ったスタンプラリーなどが楽しめ、来場者は大いにソフトを堪能したようです。セガの人気 3D 格闘ゲームバーチャファイター4のロケテストが5月12日池袋ギーゴで行われました。当日は開店10分前から100人以上もの行列ができ、その前人気の高さが伺えました。また今作から採用されたアイモードを使った新システムも好評、期待は高まるばかりです。5月18日セガプライベートショー2001春という流通関係者向けのイベントが都内で開催されました。当日は7月に発売が予定されているバーチャファイター4やスパイカーズバトルなどの話題作が数多く出展され、来場者の注目を集めていました。去る5月17日から19日までの3日間、エレクトロニックエンターテインメントエキスポ E3 がアメリカのロサンゼルスで開催されました。次世代ハードや注目のソフトが出展されるとあって、とりわけ注目されていた今回、専門家はどのように見ていたのでしょうか。実際に現地に取材に行ったファミ通64プラスアドバンス編集長水間雄一とファミ通 DC 編集長相沢浩二氏のお二方にお話を聞いてみました。Xbox ももちろん PS2 も主流台たくさん用意されてて、まあ、ゲームキューブも主流台用意されてたんですけど、任天堂ブースの、ゲームキューブの主流台のところは人がすごくて、満員電車のようで歩くのもやっとっていうぐらい人がいて並んでて、プレイしようと思うとすごい待たされるっていう感じ、そんぐらい混んでましたね。日本のデッドアライブ3、テクモですね、それからセガの2本、ジェットセットラジオフューチャーとガンバルキリー、この3本は、特別のシアターでですね、会場で、上映されてたんですけども、これはやっぱり一番もう抜群の人気でしたね。やっぱりルイージマンションとピクミン、ピクミンはパッと見ちょっと面倒くさそうなシミュレーションかなと思うんですけど、やるとやった瞬間からピクミンっていう生き物が可愛くなって、死ぬとすごい悲しいし、増えるとすごい嬉しいし、で感覚的な操作で楽しめるんで、全然難しいこと全くなしで、ルイージマンションもやっぱ宮本さんが手掛けたゲームなんですけど、今までのマリオのシリーズよりもちょっと敷居は高いんですよね。操作がちょっと難しくて、慣れるまで30分か1時間ぐらいはちょっと何が何だか分かんない部分も若干あるんですけど、それで慣れればすごいやっぱり宮本さん作ってるなっていう楽しさが味わえますね。カプコンからも Xbox の専用タイトルが3本発表されまして、幻魔鬼武者、これは鬼武者の第1作目の設定ストーリーを生かしてまた全然別のゲームにするというもののようです。
で、ディノクライシス3、これはもうプレイステーションで出てたシリーズの、3作目をオリジナルでということになります。でもう一つ、全然新しいゲームなんですけども、ブレインボックスっていう、これは歌唱のゲーム、これは、ロボットのシミュレーションゲームみたいなんですけども、多分ロボットを操作するんじゃないかなと思うんですけど、40から50個ぐらいのボタンをですね、専用のコントローラー、大型のなんか専用コントローラーを使って、できるものにしたいと、これはもうバイオハザード、ディノクライスの三上プロデューサーが、語ってました。 E3 ショーっていうのはですね、日本の東京ゲームショーとかと違って一般の人は入れないんですね。ゲーム業界関係者だけが入れる。で、18歳未満の子供も入れないと、ということで、そういう状態なんだけど超満員で、これはやっぱり、任天堂のゲームキューブ、それからマイクロソフトの Xbox、 こういう新しいゲームマシンがこれから出ると、そういう期待に対する評価じゃないかなと思うんですね。うん、すごい活気があって、どこもすごいいいなっていう面白いゲームがいっぱいありましたね。以上、フラッシュバックニュースをお送りしました。次回もショーやイベントの情報をはじめ、ゲームに関することなら何でも取り上げていくので、ご期待ください。